今早朝の午前5時18分なんですけどね、ちょっと本麒麟とこちら惣菜のイワシフレアですね、今トースターでじっくり温めました。ちょっと中濃ソースをかけてこれをね、熱々を、最高。さてさて、昼下がりのね、おつまみをこれから作るんですけどね、今回はね、サムギョプサルっていうやつがね、売ってたんでね、サムギョプサルっていうのは豚バラの三枚豚、なんだか三枚おろしのやつ、薄切りの焼肉みたいなやつですね。韓国の料理らしいんですけど、これ肉はカナダ産です。確かにサムギョプサルって書いてあるんでね、ちょっとこれ2本あるんですけど、それ切るのめんどくさいんでね、ちょっと豪快に1本1本ね、丸ごとね、焼いて食べようかなと思います。塩コショウでね、下味したこのサムギョプサルをじっくり豪快に焼いていきましょう。はい、ちょっとね、いい感じにもう焼けてます。じっくりね、ちょっととろ火で炒めます。いい感じだ、完成です。ほうれん草とエリンギのバターソテーとね、ちょっとこちら、キムチで、これが、サムギョプサル、切らないサムギョプサルですね。これでさて、キリン一番搾りのね、これ限定品の超芳醇がちょっと買い占めたんですけど、これ最後の一本です。心して、さて、丸ごとガブリと、まっこういうね、こう欲張りな食い方も最高です。はい、黒毛和牛ロースでもちょっと焼きますかね。はい、こちら上等な黒毛和牛のね、ちょっとロースです。ちょっとわさびをね、今回わさび醤油につけてね、お上品に食べようかなと思います。本日休日の晩酌はこちらのね、食材で、ちょっとキムチとね、豚バラ、あとはね、スペイン産のイベリコ豚ですね、のトントロと、ニラと、長ネギとね、ナスで、ちょっと豚キムチね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、じゃね、よくフライパンを熱してね、ちょっと豚バラにはもともと油があるんでね、もう豚の油の塊なんで、もう油を引かずに、もうこのままいけちゃうという。もちろん、トントロも
豚トロというのは、豚の、なんだろう、栗か。栗の部分なんですけど、これも油がね、結構乗ってるんで。で、まずここでね、豚の油をたっぷり出してから、ナスを投入してね、ナスにたっぷりこの油をね、染み込ませます。美味しい油を。ちょっとカットします。はい、ちょっとね、ナスは、油のスポンジと言われているぐらいね、自分が今言ったんですけど、本当に油を吸ってね、そのうち出すという、そういう野菜なんでね、この豚バラと豚トロのこの相性はね、すごくいいと思います。あ、いい匂いだ。よし、いい感じになってきたようで、このキムチたっぷり。いいよ。全部いいんだよ。いい香りだ。で、最後にニラを好きなだけ。軽く合わせて出来上がり。というわけでね、今夜は、シースーですね。久々にシースーとね、ちょっと今日車で買い物行ってんですけど、帰り道でちょっと寄っちゃって残念なシースーなんですけど、こちら、あと、ブータキン。で、こちらね、初めて買いました。スコッチウイスキーハイボールですね。まあいいや。はい、いつも角、いつもハイボールって言ったら、角瓶のハイボールなんですけど、市販の、もうすでに出来上がってるね、自分の手作りでないハイボールは本当に超久々です。あ、なんか薄いな、色が。本来のハイボールの色ってこんな感じ。いただきます。うん、炭酸がすごい。うん。なんかすっきりしてて、うん、いい感じ。なんかすごい、なんか香りが先に来ますね。味わいというよりも。というわけで、まず、2は、ホタテから。うん。うん、うん、うまっ。うん、今夜は3日ぶりの酒なんでうまいですね。本当はこういう時はビールから来たんですけど、今夜はちょっとハイボールって気分だったんで。うん、これは暑い、蒸し暑い日に合うかもしれない。豚キム、うまっ。うん、うん、マジうまっ。うん、酒の締めにサバ定食、いいですね。そしてこっちはがっつり 300g の、レトルト飯ですね。油の乗りまくったね、こちらサバ焼きサバ。うん、うん、うまっ。はい、というわけで、金宮のホッピー、こちら、だしだでね、炒めた、まあ、鶏のもも肉とね、オクラと、ナスと、まあ、なんだこれ、ネバネバしたやつ、オクラですね、ピーマン。あー、うん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 、うまい。そろそろ、いい感じですかね。こちら、うなぎの白焼きを、蒸しました。
はい、というわけでできました。こちらうなぎの、白焼き、ちょっとね、刻みネギ乗せています。これね、わさび醤油でいただきたいと思います。で、お刺身のね、かまぼこで、こちらイレブンセブンで買いました。これわさび飯で、ね、ちょっとね、鰹節のメインのね、味付けの、まあ中に多分わさびがね、すごい辛いのが入ってたと思うんですけど、これですね。で、ちょっとこちらでいただこうかなと思います。はい、わさび醤油をつけてね、これがね、濃厚なんですよ、白うなぎのくせにわさび醤油がね、本当に、やっぱりうなぎはうまいな。あー、ここにこの船口効くそうな、ね、一番搾りの熟成、このとろりとしたね、これがいい。そしてここにわさび飯をちょっと追っかけます。なんか入ってるぞ。これは来る。程よい。かすかにツーンと鼻に来る。この程よいこのわさびの。加減が。うまい。いい米を流し込む。ああ、幸せです。これが幸せ。休日のね、夜の晩酌の幸せはこれです。今夜はね、仕事終わりに、本麒麟と、おつまみが、ちょっとこの、豚バラと、トントロの余りですね、ちょっとカリカリに炒めました。これね、ちょっとニンニクおろし醤油で。カリカリ。たまんねえ。あなたと僕とフランクフルト。10分間ボイルです。さて、仕事上がり。おとといから、2日間禁酒したんで、ちょっと、まあいいでしょう。フランクフルト、魚に。いいですね。だからね、酒の締めに、札幌一番シリーズかな、辛味噌ラーメン仙台風ですね。ちょっとご当地のね、まあ、ご当地限定の、商品らしいんですけど、これをちょっとこれから作っていきます。今回はキャベツ炒めと一緒ですね。焦がしちゃってる。はい、ホッピーの金宮で、こんな感じで泡だくで、こんな感じです。はい。ちょっとせっかくなんで定番のスープ飲みからいきます。仙台の辛味噌。ちょっとピリ辛。だがこのくらいがいい。極端にね、ちょっと辛いスープって別に美味しいともなんとも思わないんで。安定のうまさですね。やっぱり札幌一番のメーカー。キャベツの炒め物と、辛味噌。ここに酒の締めに、締めてないけど、ホッピー。酒の締め詐欺のこのラーメンが
今新たな用語が生まれました。酒の締め詐欺の、仙台辛味噌。ここにさらに追い込む。はい、今日ねシャンドンのローゼです。ローゼのスパークリングワイン、あんま飲まないんですけど、ちょっと今夜は特別に。7月の下旬なんですけどね、今日はちょっとすこぶる涼しいんで、ちょっとすき焼きね、本格的にもう暑くなってくる前に最後のすき焼きを楽しみたいなと思います。ちょっとやっちゃいますよ。牛すきと鶏すき、もういい感じにやっちゃって、ちょっと今夜思う存分楽しもうかなと思っちゃいますよ。早速この牛からいきましょう。いきなりメインの主役をね、溶き卵に絡めての、これまたねいい卵なんですよ、この時のためにね。うまいですね。今夜はちょっとね、白ワインとしゃり込みたいんでね、こちら、スモークオイルサーディンオニオン風味をね、これをちょっとグリルで焼きたいと思います。というわけでぼちぼちこちらもねジブジブ行ってきました。ジブリ、ちょっとスープもね作ってます。というわけで、ね、こちら、コンビニのね新商品かな、黒胡椒を効かせたペッパービーフ、これ肉代わりですね。でこれがちょっといまいち美味しくなさそうなやつと、これがさっきのスモークオイルサーディーですね。でこちら初めてかな、ロスなんとか、ちょっと白ワインでいきたいと思います。こちらのシャルドネっつうのはね、まあ、1000円クラスよりちょっとグレードの高い、1800円クラスの、まあ、そんな感じの白ワインですね。いい。なんかいい感じ。やっぱり、白も赤もね、辛口が一番です。マジで。で、こちら。うん、ペッパーが、うん、効いてますね。うん、これはビールでもいいし、これがジブジブと焼いたスモークサーモン、じゃスモークオイルサーディン。これは熱々がいいな。やっぱりこういうね、スモークオイルサーディンの缶詰はそのままでもいけるんだけど、やっぱりグリルでちょっと弱火でね、ジブジブとやった方が絶対うまい。うまいよ。まいゆう。タコ飯。こちらちょっとだけ出汁の効いたタコ飯です。ちゃんとおこげもね、ついてますけど。どんな感じでしょうかね。うん、ほとんど出汁が感じられません。こちらエイヒレの一夜干しですけどね、初めて食べます。というわけでこれはねグリルで焼いていきます。同時進行でこちらねそうめんをねちょっと茹でます。でそうめんのね、ある動画でやってたんですけど、そうめんは茹でるなが接続らしいですね。沸騰したらもう火を止めるらしいです。でこちらのエイヒレちゃんはねどうなってるかというと、いい感じにソリマチ探ししてます。というわけで準備完了ですね。こちらエイヒレの一夜干し、そしてこれが、先ほど茹でた、冷やしそうめんですね。でこれ新生姜の季節なんです。との薬味ねたっぷりおろして、ちょっと生姜でタコ自分で
うん、まあさばいたというか切ったタコ刺しですね。で今回はこれ桃川の濁り原酒ですね。これでいきたいと思います。おお、いい香りがしてきた。新生姜。じゃあちょっとね、濁りなんで、あのよーくねこうシェイクしないと偏っちゃいますからね。おりじゃないんだよな。何なんだ濁りっつうのは。こんな感じで乳白色になったら、こう、なるほど。じゃあちょっとね、軽くまずイイヒレというものを食してみましょう。この反り具合。うん、これよ。うん、なんか噛み応えがあります。これなんかこう日本酒絶対合うぞこれは。うん、ああ、うまい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 。うん、あ、この新生姜の香りが素晴らしい。うん、眉。こちら打って変わって、酒の締めにね、このハマってる樽香るのウイスキーのね、ちょっともうちょっと残ってるんですけど、酒の締めに努力、あ、いや力そば、お餅とね、2個入ってます。で、熱々のおそば。うまい。ちょっとこちら、神戸牛カレー、これを入れます。ビーフカレーですね。そんなに大して値段は高くないんですけど。で、こちらではなんと、とんかつを温めてます。はい、というわけで神戸牛ビーフカレーをね、今からかけます。おーっとっと、あーっとっと、ちょっと待った、これが気に入らねえ。うん、やっぱカスカレーはうまい。うん、下に米がなくても、まあ、米欲しいんだけど。ああ。うん、うまっ。ああ。今夜はね、こちら、キングサーモンというね、あの、マスノスケっていうやつかな、あの、自称ね、あの、でっかいあの、鮭があるんですけど、キングサーモンの、ムニエルとね、あの、こちら、スペアリブですね。あと、ズッキーニとナスですね。炒め物をやろうかなと思います。で、こちらね、ちょっと、新しく手に入った、あの、調味料ですね。ニンニク塩という、ちょっと、美味しそうな、ふりかけですよね。ちょっと、手に入ったんで、これを使おうかなと思います。もうちょいですかね、こちらは。こちら、いよいよ、例のニンニク塩をね、ちょっとかけたいと思います。今夜は赤ワイン飯ということでね、こちら、キングサーモンの、ムニエルとね、こちらなんだ、先ほど、ニンニク塩をね、加えた、うん、いい感じの豚のスペアリブです。これ、一応、九州、いや、あの、キングサーモンムニエルで、ちょっとあの、食べにくいのなんのって、骨もあるし、まあ、すごく美味しいんですけどね、脂が乗ってて。まあ、それはさておき、ちょっとこれ、豚のスペアリブ。あっか。うん。うまっ。あ。まったく。酔っ払えば、これだから困る。
はい、生ハムにちょっと初挑戦、からしをつけてどうなんでしょう。うん、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